内します。はい、都議会議員に立候補している前田美也子です。でかい話をしているから都知事に立候補しているのかと勘違いするぞといつも叱られます。都議会議員です。小さな一議席だと思われるかもしれませんが、実はここがリトマス試験紙になってます。小池百合子の都政はもううんざりというお声をたくさんいただいています。皆さんいいですか、テレビにごまかされてはいけません。虚像のメディアの空像に都政を乗っ取られてはいけません。情報操作されている、そんな都民を解放するためにも本当の知る権利、何が都政をが今、ありがとう嬉しいです。勇気をもらいます。とても不思議なことに本当に子どもたちが応援してくれます。未来の有権者、未来の政治家、そんな子どもたちがなぜかこうやって街角に立って、もう嘘つきはいりません、嘘をついちゃいけません、そういうことを言っていると本当に温かい応援をくれます。ありがとうございます。中野区の皆さんの民主主義の精神にたくさん毎日触れさせていただいています。頑張ってくれ、詐欺師に負けないでくれ、理解をちゃんとしてくれ、嘘つきに負けるな、本当のことを言ってくれ、本当のことを知らせてくれ。前田美也子、都議会に立候補しています。一議席を4人で争っています。前田美也子、都議会に送り込んでください。お願いします。都議会をこじ上げるために、この違憲状態の都議会の運営をこじ上げるために、前田美也子、都議会に送り込んでください。お願いします。ありがとうございました。